どうも、皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、速報ということで、今ね、深夜の1時48分ということで、もうね、ちょっとお酒を飲んで、もう寝ようかなっていうふうに思ってたんですけども、なんとね、この時間にですね、ヒルトンホテルが新ブランドをですね、発表いたしましたので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、ヒルトンホテルはですね、新しいブランドであるこちらですね、スパークバイヒルトンホテル、こちらをね、発表いたしました。いやね、ヒルトンホテルのね、ステータス特典であるゴールドダイヤのね、朝食特典がね、なくなるんじゃないかって、もう昨年末からね、ずっとどうなるんだろうな、なんていうふうに思ってたわけなんですけども、なんとね、全然違う方向からね、こちらの発表はね、あったということで、ヒルトンホテルはですね、新しいスパークバイヒルトンっていうホテルブランドをですね、発表いたしました。で、このね、今回発表されたね、スパークバイヒルトンホテル、まあ、どういったね、ホテルのカテゴリーなのかっていうと、プレミアムエコノミーカテゴリーのね、ホテルっていう風になっておりまして、ヒルトンホテルはですね、上からね、ウォルドーフアストリア、LXR、コンラッドっていった形で、まあ、並んでいくわけなんですけども、今回ね、発表されたスパークバイヒルトンっていうのはちょうどね、ここのエリアになるんですよね。ヒルトンガーデンインであったり、ハンプトンとかね、まあ、ここら辺に並ぶね、ホテルのカテゴリーっていう風になってるんですよね。で、今回ね、なんでこういったブランドにね、スパークバイヒルトンホテルっていうのが、まあ、導入された理由なんですけども、アメリカではですね、年間6万8000万人の人がですね、エコノミークラスのホテルに、まあ、滞在してるっていうのが、まあ、業界数 43% ね、占めているっていうふうになりますんで、簡単に言うと、まあ、安いホテルにですね、まあ、宿泊されている方が多いみたいなんですよね。ですので、今回はですね、ここら辺のニーズに、まあ、応えるようにですね、このね、スパークバイヒルトンっていうのが導入されたっていった形になるんですよね。で、今回新しいブランドということで、このスパークバイヒルトンっていうね、名前の由来は何なんだっていう話なんですけども、こちらね、公式サイトに載っておりまして、プレミアムエコノミーセグメントにエネルギーの勢いを注入し、何か偉大なことの始まり、つまり着火点の瞬間を意味するスパークっていうね、名前が、まあ、付けられたっていった形になるみたいですよね。で、今回ね、スパークバイヒルトンとこのハイブランドのね、違いは何かというとですね、こちらもね、公式サイトに載っておりまして、考え抜かれたシンプルさ、スパークバイヒルトンはシンプルでインスピレーションに満ちたデザインにアウトドアを取り入れた色彩と陽気さを備えて提供しますということで、各ホテルはカラフルな外観や元気が出るようなアートワークで到着した時の心地よさを提供し、パブリックスペースにピクニックテーブルやロッキングチェアなど多機能の椅子を配置し、朝食や社交、仕事に楽しむための様々なオプションを提供しますということで、まあ、こういった感じにね、なっているんですよね。どうなんですかね。日本で言うと、モクシーみたいな感じなのかな。まあすごいね、高級なホテルっていうよりか、まあどちらかというとね、カジュアルで、まあ多機能なね、ホテルっていう風なイメージになるんで、まあモクシーとかね、客室はそんな広くないですけども、まあ多機能なね、家具とかが揃ってたりね、まあ、そんな感じになるんですかね。まあそれにしてもね、まあ新しいブランドっていうことでね、非常に楽しみですよね。で、またね、今回、スパークバイヒルトンに関しては、ハンプトンインとかね、まあ、そこら辺と同じね、カテゴリーのホテルということで、朝食はね、無料なんですよね。まあ、これちょっとね、意外に思われる方もね、いらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、夏にね、2022年にね、ニューヨーク行った時も、ハンプトンインホテルね、宿泊させていただきましたけども、ヒルトンホテルっていうのは、ハンプトンインもそうですし、エンバシースイーツもそうなんですけども、ステータス特典ではなくて、宿泊者全員にね、朝食をサービスしてるね、ホテルがあるんですよね。ですので、今回のね、スパークバイヒルトンホテルに関しても、まあ、こちらにね、準ずるっていう風になりますんで、宿泊者全員ですね、朝食を提供するっていう感じになるんですよね。ですので、今回のね、スパークバイヒルトンも、まあ、朝食はね、無料で利用することができるっていった形になるんですよね。またね、24時間デジタルチェックインやデジタルキーとかもね、用意されているっていう風になりますんで、まあデジタルキーっていうのはヒルトンホテルはね、結構使いやすくてね、利用している方多いかななんていう風に思うんですけども、24時間デジタルチェックインっていうのはちょっとね、利用したことがないので、これもね、ちょっと楽しそうですよね。
で、今までね、ヒルトンホテルを利用した方はね、どんな感じの違いがあるかっていうのも、公式サイトでね、記載がありまして、ヒルトンが誇る信頼と親しみのあるホスピタリティはそのままに、快適な空間で快適で一貫性のあるね、環境をお受けいただけますということで、スパークバイヒルトンはシンプルでベーシック、そして消費者が必要とする一貫性を提供しますということで、まぁ、ちょっとね、パッと聞くとね、ちょっとよくわかんないんですけども、まぁ、シンプルでベーシックな感じでね、利用することができるっていう感じなんですかね。はい、こんな感じになってるんですよね。いや、非常に楽しみですよね。ということで、公式サイトにね、もう写真が出ておりますので、実際ね、ちょっと写真もね、見ていきたいなと思います。ちょっとね、これにね、出しておきますね。スパークバイヒルトンフォトスということで、まあ、これね、プレスリリースでね、写真が公開されておりますんで、概要欄にね、載せておきますんで、気になる方はぜひね、直接ね、見ていただければな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、こんな感じになってですね、これ多分チェックインフロアですかね。はい、非常にシンプルですよね。でもゲストルームはね、思ったよりね、広い設計ですよね。なんかもっと狭くて、まあ機能的な家具はね、増えてみたいな感じかな、なんていうふうに思ってるんですけども、まあこれパッと見るとね、普通にヒルトンホテルとそんなに変わりがないぐらいのね、豪華さだと思うんですけども、どうですかね、皆さんね。いや、こうやって見ると普通に良さそうですよね。で、バスルームはですね、結構シンプルな感じになっておりまして、バスタブとかね、なさそうな感じですかね。ハンプトンインとかもね、なかったんで、まあ、こういった感じになるんですかね。で、ロビーはね、こんな感じで、このね、なんですか、共有スペースみたいなね、そういったところも用意されていて、まあ、これがね、朝食会場みたいな。こういった感じでフリーでね、利用することができる共有スペースなんかもあったり、まあ、電子レンジとかね、まあ、このコンビニみたいな、まあ、ギフトショップっていうんですかね、まあ、こういったのも、まあ、併設されるみたいな、まあ、こんな感じでね、利用することができるっていった形になるんですよね。で、見た目はね、こんな感じになるみたいですね。これもね、ちょっとね、楽しみですよね。まあ、こんな感じになっておりますんで、気になる方はですね、ぜひね、チェックしてみてください。またね、YouTube とかもね、用意されておりますんで、動画でね、見るとね、また理解がね、結構深まるかな、なんていうふうに思いますので、ぜひね、それも概要欄に載せておきますんで、ぜひね、チェックしてみていただければなと思います。それでは次に、今回ね、新しいブランドね、スパークバイヒルトン発表されましたけども、いつオープンするんだっていう話ですよね。で、これね、なんともうね、100件以上ですね、ヒルトンホテルはもう案件を抱えている状態で、もう2023年数ヶ月うちにですね、もう1件目発表するっていう感じになっているそうですので、まあ2023年ね、今1月になりましたけども、本当に数ヶ月以内にですね、このスパークバイヒルトンね、新しいホテルとして発表あるっていう風にね、なっているそうなんで、これもね、発表されるのめちゃくちゃ楽しみですね。一応ね、米国内で、オープンする予定ですので、まあ、こういったね、新しい情報がまた入りましたらですね、私の動画のチャンネルでね、出していきたいな、なんていう風に思いますので、ぜひね、チャンネル登録してチェックね、していただければなと思います。ということで今回ですね、ヒルトンホテルがなんと新しいホテルブランドをですね、発表いたしましたということで解説させていただいたわけなんですけども、いやね、びっくりですね。はい。このタイミングでね、新しいホテルブランド。やっぱりね、新しいって聞くとね、ちょっと宿泊してみたいですよね。一応ね、2023年にもう数ヶ月以内にですね、新しいこのスパークバイヒルトンね、利用することができるそうなので、これもね、楽しみにしていきたいな、なんていうふうに思いますよね。ということで今回動画ね、速報で動画ね、作らせていただきました。この動画ね、役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。